の炎に抱かれて死ぬ。はい、どうも、最近のマスクに驚いた男、ガイドでーす。まずはこの動画を見てほしいんですが、どういうマスク？逆に笑っちゃうの我慢して普通だわ。周りからの視線怖すぎ。あと最近 TikTok 始めたんで、やってる方はぜひ概要欄からいいねとコメントをマジでください。ということで今回は国民的アニメキャラの殿堂入り僕でに突っ込みしてみた第5弾です。この動画が少しでもいいなと感じたら高評価の方だけよろしくお願いいたします。最近みんな少ないから少しでも多くの高評価という力を俺に分けてくれ。何かしてほしいから産んだわけじゃないんだよ。何かしてあげたいから産んだの。泣くのいいじゃない。たくさん泣いて、最後に笑えたら、それで全部大丈夫。それでは、どうぞ。この回を耳に当ててごらん。ザッパーン。いや、お前がそれ言うんかい。なんか一回信じた自分に腹立ってきたわ。せめてもっと感情を込めて言いなさいよ。私、そろそろ帰るわ。次の映画のセリフ、暗記しなくちゃ。たくさんあるのよね。そうだ、こんなことしてられない。3時間はかかるぞ。俺なんか4時間はかかる。僕なんか朝までかかるよ。平気だよ。あれぐらい、10分もあればできるよ。できすぎよ。もっといい役にしてやれ。できすぎと覚えることなくね。そもそもそんな映画出る役じゃないから。ドラえもんや伸びただけアンキパンを使ってセリフ覚えてそう。出てきたぞ。なんて恐ろしい姿だ。まあそう言わず、この人も反省してるんで許してやってください。いや多分お前の方だよ。お互い会話が噛み合ってないことに気づけ。お前自身が一番反省する自覚を持て。お年玉は5000円以上、1万円以上、3万円以上、5万円以上、10万円以上やろ。常識。モゼク一人だけ謎のチョイス。来年あたりは謎をくるのかな。文字通り希望が目次となったわけか。見ろ翔太、これが俺たちの新しい店だ。巴というのは3つの力が合わさった意味なんだ。父ちゃんと母ちゃん、そしてお前と3人でこの店を盛り立てるぞ。お祝いに城行こうぜ。お前のセリフで台無しだよ。劇場視察か何かのつもりで行ったのかな。早速家族の巴崩壊させやがった。キノピオ最高速2加速3バターとの相性4。それ食用の評価かい。完全に視点が食材目線。食べたら少し美味しそうだけど。孤独、犠牲、虚無、絶望、破壊。ぜ、あ、いたか。じゃあ、勇気。最初から決めときなさいよ。とっさに出てきた勇気、こっちの荷物は必要だよ。私の15年は無駄ではなかった。バス停を毎日1センチずつずらして自宅の前に移動した。お前15年間何してんだよ。無駄でしかない時間です。それ結局バス停55メートルくらいしか動いてなくね。騒ぐな。騒ぐ時はマスクをしろ。ブーメランで殺走惑星級。いいやつだけどお前もしろ。気づかうとこ絶対そこじゃない。なんだフリーザー、こんなところに呼び出して。おーおっほー、実は少し相談がありましてね。オラに相談なんかあったんか。実は気になる人ができてしまいましてね。クリリンのことか。おそらく違うと思うよ。逆にこのシーンで悟空がスーパーサイヤ人に初めてなるのやばいな。フリーザの方、私の経験人数は53万ですとか言ってそう。キラースライド。いないいない。バーおお、笑ってる。何が面白いのかしらね。それな、単純の目が傷つくやつ。しかも言葉遣いが最近の子供。前世絶対白金会長。私たちはひどい目に遭ってきた。だからひどいことをしてもいいんだ。部活の2年生。その考え方はあかん。こんな先輩たまにいるよね。言っとくけど、うちらが1年の時、もっと厳しかったからね。とか言ってくるから、こうして受け継がれる悪臭。憎しみは次の憎しみの連鎖しか生まないからな。くそ！あ、ダメ！何？この音。お風呂が沸いたんだよ。いや、紛らわしいな。だからなんだって言うんだよ。この火事起きてる状況の中で、かなりどうでもいい情報。誰か来た。俺が来るまで、よくこらえた。あとは頼む。てめえもやれや。一体何しに助っ人に来たの。そりゃ富岡さん嫌われるよ。あとでやるっつってんだろうが。iOS は最新の状態にアップデートできます。めっちゃ共感の嵐のやつ。 Windows 10をインストールしますか。何にしつこいよな。これ一人で画面に向かって叫んでる姿想像するとシュール。よくもまあ文句ばかり次々と。島次郎クラブ。こんなクラブやだわ。これただの愚痴やないか。虎と草食動物が友達なんておかしいだろ。ようクズども、元気でやってたか。6年生だ。2泊3日の修学旅行から6年生が帰ってきた。シャーク待って帰ってきた6年生。修学旅行で何が起きたらその姿になったの。多分こいつら剣の形のキーホルダー買ってるタイプ。前後子犬を拾ってきたしんのすけ。
我、恩義ある主人に生涯の忠誠を誓うわ。犬のギリガタス半端ねえな。ワンと犬がかけられたボケてやね。完全に CV 大塚明夫で脳内再生されたわ。こちらスネーク、聞こえるか、オタコ。この格好でよく来れたな。待たせたな。おめえはオラに勝てねえ。戦わなくてもわかる。前巻読んだ悟空、先に全部結末見るんじゃないよ。自信のつけ方間違ってるからね。未来人悟空の登場。どうしたんだ君。しっかりしろ。何があったんだ。鏡の中に美人が。いや、やかましいわ。幻覚が見えたんかな。絶対警察呼ぶレベルの騒ぎじゃねえ。お誘いを断る時の挨拶は、明日映画に行きませんか。ごめんなさい。明日は映画に行く予定なのよ。話お前とはいかねえの意味。祖母の断り方辛辣。静香ちゃんのド S 講座開かれちゃってるわ。さあ、大冒険の始まりだよ。キラークイーンはすでにドアノブに触っている。これで見なしにされる前にあいつらを見なしにしてやる。バカ野郎、暴力では何も解決しない。最終どっちやれ。絶対は絶対ないやつなんよ。少年ジャンプあるある。腹痛手当。もっとお腹から声出しなさいよ。ぬおー。いや、介護の鬼、腹痛の対処の仕方間違ってるから。どういうプレイ。がっかりしてメソメソしてどうしたんだい。太陽をみたいに笑う君はどこだい。ウォーウォー。いるならいるって言えよ。恥ずかしいんだけど。あの乗り方がシュール。やりたいことはやったもん勝ちスタイル。太陽をみたいに光る君の頭。では、お前の領土を決める。うむ、でっかくな。この時点でわかる小ささ。いや、すげえ絶不調な出だし。折りたたんでも入らんわ。なぜ人思いにやらねえんだ。殴り殺しにするつもりか。いや、ちゃんと狙ったんだが。プロなのにクソエイム。一番恥ずかしいやつ。もう乱射しとけよ。よし、完全に安西のことは頭から消えた。さあ、試合終了だ。諦めよう。おはや諦めっていうレベルじゃない。メガネ君敵だったのね。せめて先生をつけろや。でんで、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせてくれるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。地球でピッコロされたブッコロさんを生き返らせてください。いろいろと違ってるよ。一番間違えちゃいけないところでミスってるから。ブッコロさんって語呂悪いな。アンパンマンの新キャラカルシウムくんのさあカルシウムおとりが放送事故レベル。体が時空超えとる。視聴率低迷の原因こいつだよ。ホラーマンの親戚かな。しずちゃんは北海道へ。面白いもの買ってきたわ。なにこれ。マリモよ。アカンコの水草の一種。マリモ。まずいよ、持ってきちゃ。この大きさに育つには何十年もかかるんだよ。確か天然記念物に買ったっつってんだろ。静香ちゃんの殺気を帯びた威圧感。まあ土星論なんですけどね。笑顔でキレ気味に話さないで。おのれ、当たりさえすれば、貴様なんか。実はちょっと当たってる。何を。さらに追い打ちをかけるスタイル。カッコつけてるけどカッコよくねえから。ただの痩せ我慢かい。半沢直樹。バイバイキン。それ違うドラマ。もう少し実際内容ブラックだよ。人の善意は信じますが、やられたらやり返す。倍返しだ。貴様、逃げるな。責任から逃げるな。ついこの間までは、安倍やめろと言っていた。過去一ネットのおもちゃにされた総理。まあ言った通りやめるんだから黙っとけと言いたいよね。この現象はマジで最近起きてる。お前こそが、日本の SGGK だ、森崎。スザク、ゲンブ、コンブ。絶対意味違うよな。勢いで二つ言って三つ目から思いつかなかっただろう。言い方が OMMC と一緒なんだよな。ファイティングフェニックス?ファイティングフェニックス?ファイティングフェニックス?平成の次の年号が発表された。そんな日本嫌だわ。どういう字で書くんだよ。まさにキラキラ年号。こりゃうまい。旨味はたっぷりなのにあっさりしてて、このほっこりした歯触り、舌触り、これはひょっとすると。そうです、私の着てるシャツの胸の部分です。ビーチクの部分やないか。聞いた後吐きそうになるわ。てかおっさん味覚バグってんのか。シャッちゃんはね、コアを破壊しないと何度でも再生するよ。そもそも破壊しようとすな。死とサキエルのサッちゃんかよ。同級生の能力恐ろしすぎ。シズちゃんはうまいな。そうかな。おかしいよ、角の生えた馬なんて。ペガサスって言うんだぜ。それユニコーンよ。これは恥ずかしいやつ。よくある馬違いな。知ったこつやね。
うちのおばあちゃんは現役コスプレイヤー。ちなみに白髪。お前のおばあちゃん若いってレベルじゃねえ。速やかに僕と役所行って婚姻手続きしてください。バカ野郎、コージ。悪の高校はあの、凶悪四天王がいるんだぞ。お前一人で締められるわけねえじゃねえか。凶悪四天王、ナイフ使い、秋田、怪力王、梅宮、映画大好き、大橋。紳士服の青山。どこら辺が凶悪だったの？大橋も普通に寝たわけじゃねえか。映画好きは趣味の範疇なんよ。一撃食らったけど、倒しては？倒すな。俺らの予防接種どうすんだよ。その一撃食らうために行ったんよ。医者の方大迷惑。カウンターお見合いすな。エビが大好きと言っていたあの子が、どうして僕の握ったエビを最後まで食べなかったんだ。まあいいや。いや、進歩する気なしかい。エビの無言の訴え。お前の成長限界点はそこでいいんか。部長の日野ひろみです。副部長の鴨京子。会計の三輪しおり。あ、1年3組大江ゆかりと言います。付き添いの松崎しげるです。黒すぎて背景と同化。もう輪郭どこにあんの？日焼けすぎ。病院に行ってどうぞ。そして江戸川コナン君、円谷光彦君、吉田あゆみちゃん、灰原愛ちゃん、あなたたち4人には感謝してるわ。現在の感謝どこ行った？首なしうな重に何の恨みがある？これ、壊したのコウ君でしょ。知らないもん。ママー、コウ君に下剤盛られた。プリプリ。そっちのプリプリ？やり方がえげつねえな。誰か一時館長のあの人呼んできて。千の利休、茶道のその利休が、ある人に招かれた席でスイカに砂糖をかけて出された時、利休はその人に、センキューと言って奮然と席を立った。いや、欧米か。ちょっと怒ってそうなんだけど。ほんで2回休んで連休か。戻ってくるお金があります。手続きしてください。その電話、ウィンナーではありませんか？これ仕掛けたやつ誰だ？逆にウィンナーが喋んのかよ。ジョジョのドッピオか。初期、リメイク、実写。もうそうとしか見えない。よくある長期連載で絵柄が変わるパターン。これは明らかに同一人物。のび太もドラえもんの秘密道具に過ぎなかったという驚愕のオチ。本当のドラえもん最終回。秘密道具の方もびっくりしてるよ。世にも奇妙な物語か。女の子が生まれたら付けたい名前ランキング。1位リオ、2位ユイ、58367位もやしクワガタ。どうやってもその2つ繋がらねえ。センスが絶望的すぎる。ごめんなさい。大人1名、子供118名ですけど、禁煙席ありますか？普通そんな席あるか？場所宴会場か。禁煙動向じゃなくて物理的に無理だよ。 P 星型ポケモン、フェアリータイプ、お星様のようなシルエット、その姿からは考えられないような規制を上げて人力を食らう。見た目とのギャップ。フェアリータイプっていうより悪タイプ。絶対手持ちポケモンにしたくない。ご注文お決まりですか？店の名前がすごくダサい。俺もうダメ、笑いそう。意見が容赦ね。わざわざ店員呼び出して言うことじゃない。店員さん、この二人に後で焼き入れといてください。授業参観でよその子が答えを間違えた。いや、最低じゃねえか。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。